番多かったのは4時間以上で 35.3%、 2番目に多かったのは2から3時間で 23.5%、 3番目に多かったのは3から4時間で 19.6% でした。やはり休日になると使用時間が増えることが分かりました。次にウィズメディア週間の結果について説明します。生徒会が提案した目標は、勉強中は使用しない、寝る2時間前からは使用しない、連続使用1時間まで、使用後は1時間半使用しないの3つを考えました。続いて2つ目です。自分に子供ができた時にメディアと付き合う上でどんなルールやマナーを守ってほしいか考えてもらおうと思います。スマホなどメディアのルール、マナーについて関心を持ってもらい、より良い使い方を考え実践してもらい、アンケートで結果を調査しようと思います。この中から琴浦中学校では、スマートフォンの使用やネットトラブルの危険性をカルタという身近な遊びを使って小学生にも分かりやすく伝え、被害が起きる前に防ぐという目的でスマホカルタを作成しました。スマホカルタとは何か説明します。スマートフォンの使用やネットトラブルの危険性を小学生にも楽しく学んでもらうために作ったカルタです。この最初の言葉と絵から連想される標語は何だと思いますか？正解はネット依存、一度ハマると抜け出せないです。小学生と一緒にカルタをするなど、スマホサミットを通して交流イベントを企画する、リモートなどの手段を利用し顔を合わせてスマホの危険性について説明できる機会を設ける、カルタを量産。私たちはスマホサミットに参加することでスマホについてたくさん考えることができました。またスマホカルタを作成する中で、協力して作る楽しさ、完成する喜びを感じることができました。そして小学校の先生に渡した際、とても喜んでいただき、私たちの喜びも一層大きくなりました。メディアは21時まで、もしくは22時まで、寝る前1時間はメディアを使わない、課題を終えてからメディアを OK、 1時間メディアを使用したら休憩する、勉強中にメディアを使わないなどがありました。またこの他にもたくさんのルールがありました。またメディアを使用することで失われる時間を聞いたところ、勉強時間、家族との団らんの時間、睡眠時間、外遊びの時間などがありました。これを先ほどの円グラフと合わせて考えると、メディアで失われる時間が何なのかを理解しているのに、メディアを長い時間使用しているということがわかります。一つの操作で先が黒では、スマホの使い方によってとんでもない事態に陥ってしまうことを表していますね。このように自分たちで作った標語を掲示板に貼るのではなく、人が見やすい階段に貼ったので、より日常生活でスマホのことを考えられると思いました。お、この人ミッチー好きな人だ、フォローしてみようと。あ、なんか来た、フォローありがとう。ミッチーの絵いる？よかったら名前教えてよ。名前って本名だよね。今まで見たグラフを踏まえて、私たちが考えたのは、スマホで勉強することが一番効果的なのではないかということです。今はアプリや動画がたくさん見れるので、その方法を紹介していき、スマホの時間の中に少しでも学習の時間が入っていけば、もっと増えていくのではないかと考えました。学習にも利用できる便利な道具になる睡眠時間とスマホ利用時間の関係を調べたいと思いました。まず生徒と保護者両方にアンケートを行いました。生徒にはタブレットのロイロノートで答えてもらい、
保護者には Google フォームまたは紙面で回答してもらうようにしました。アンケートで答えてもらったおすすめのアプリ、機能、サービスを紹介します。保護者におすすめのサービスはフィルタリングサービスです。法律により生徒おすすめのアプリ、機能、サービスを紹介します。英検、漢検、数検トレーニングアプリは英検、漢検、数検の問題を解くことができるアプリです。メリットは参考書がなくても簡単に学習することができる点、ゲーム感覚でできる点だと思います。デメリットは自分の生活がスマホ基準になっていないか、スマホ抜きの生活を考えることが大切です。次にスマホを抜きにした生活の中でどこでスマホが使えるかを考えます。これによって自分の生活がスマホ基準になることを防ぐことができます。包丁の使い方を教えるときと同じように、スマホをどう使ったら便利なものになるか、どう使ったら危険なものになるかを積極的に関わって教えてあげてください。赤信号は渡ってはダメだよというのと同じように、常識としてスマホの使い方を教えることが大事だと思います。スマホは今よりも私たちの生活に必要不可欠なものになっていくと思います。学習や仕事にスマホを使うことが当たり前の今だからこそ、スマホとの向き合い方、使い方をもう一度深く考え直すことが必要ではないでしょうか。私たち生徒会では今年度スマホについて考えてきました。3年生は修学旅行のためビデオでの発表になります。2年生の私たちは先輩たちの思いを引き継ぎ、お手伝いができたらと思い本日参加させていただきました。1、時間が空いたとき主にすることは何かの質問の結果が次のグラフです。主にスマホ、タブレットを含む電子機器を使う項目が 86% と一番高かったです。この内容を詳しく聞いてみると、タブレットのアプリを使った学習も含まれていることが分かり、学習方法が教科書やノート、プリントだけでなく、タブレットを使って学習する生徒がほとんどだと分かりました。スマホ、ネットについて考えることで、人によっての価値観を認め合うことを学活で行いました。これは活用型情報モラル教材、ギガワークブックを使用し、価値観の違いを学びました。例えばこの項目について話し合いました。皆さんも考えてみてください。自分が公開されて嫌な写真はどれですか。嫌な順に並べてください。次に生徒という立場以外で考える上で、自分が親になって子供に何と言って渡すのかについて話し合いました。ルールを守って使ってね、制限時間を決める、食事中は禁止などがありました。生徒会の中でも話し合ったとき、この質問に対して夜10時まで使っていいと答えた人は、自分は12時まで使っていることが分かり、あれだけ家庭内で決められたことに対して厳しいと答えた人も、親の立場で考えた場合はより厳しくなってしまうことが分かりました。撮影時、周囲に気をつけたことは何かというアンケートです。先生が映らないようにした、撮影の許可を取ったなどの項目があります。このアンケートは複数回答を可能にしているので、今現在表示されているパーセントは各項目ごとのパーセントとなります。その上で最も多かったのは中学生が映らないようにしたの約 40%、 最も少なかったのは学校が特定できないようにしたの約 15%、 また特に何にも気をつけていないは約 30% でした。今回の東雲祭でスマートフォンを使用しルールを守れた人が多かったので、厳格なルールを設けた状態であれば行事でのスマートフォンの使用を許可してもいいと思いました。具体的なルール案としては、今回のアンケートから分かるように個人情報や学校を特定できるような情報に関するルールが必要だと感じました。例えば学校が特定できるようなものが写った時には写真自体にモザイクをかける、また写真を一緒に撮った人に SNS にアップロードしていいか許可を取るといったようなものが考えられます。
私たちのスマホサミット参加における取り組みテーマとしては、学校行事でのスマホの活用と SNS との正しい付き合い方を学ぶです。そのための具体的な目標としては大きく分けて2つ設定しました。1つ目が文化祭でスマホでの写真撮影を可能にすることで、2つ目がネットモラルなどルールを守ってスマホを使用することができることです。撮影した写真の SNS への投稿に関しては過半数が否定的な意見を持っていることが分かりました。この結果から生徒と教員との間で SNS の価値観にギャップがあることが分かりました。また SNS トラブルを避けるために当日の SNS の使用と撮影した写真を SNS へ投稿することは禁止いたしました。歩きスマホ、スマホゲームなどのスマホの不正使用に関してはスマホの使用可能な場所を明確にし、展示を行っていない廊下や教室などではスマホの使用は禁止としました。今後の展望としては、今回の成果としては十分なものが得られたので、今回生じた課題を踏まえて文化祭以外の行事でもスマホ使用を進めていけるように企画運営をしていきたいと思います。またいじめ防止ロングホームルームなどと連携し、引き続きスマホの正しい使い方を周知していきたいと思います。親子を対象とした研修も実施しております。こちらも令和元年度スマホネット利用時間ルールをテーマに、なかなか思い通りにならない子どもたちを何を考えているんだろう、スマホ SNS から離れない若い子へと題した研修を実施しております。そのいいところや、悪いところ、そういったものを親子で話し合い、認識を共有いたしました。保護者の感想といたしましては、子どもの考えが分かった、しっかりした考えを持っていて感心した、他の家庭のルールを聞いて我が家のルールは甘いなと感じたなどの感想が寄せられております。また生徒側からは、親とたくさん話ができてよかった、思いつかない、大人の意見が非常に勉強になった、君のために言ってくれていることをすごく感じた、といった感想が寄せられております。今回は原北スマホサミットに家庭生活も初めて参加させてもらう予定にしていますが、学校や生徒会の動きと連携しながら、より実態に即した取り組みを進めていきたいと考えております。